何？で、真面目な話なんだけどさ、もう付き合って4年ぐらい経つし、この家もさ、もうすぐ更新じゃん。そう。だから、そろそろちゃんとした方がいいかなって思って。え、どういうこと？まあ、だから、席入れたりとかさ。あ、プロポーズってこと？まあ、そうだけど。これが？うん。え、なんで今日？え？いや、まあ、そう。ここの更新もさ、近づいてるし、家賃だってずっと払い続けるのもったいないじゃん。うちの親もあんな具合だからさ、近くに住みたいなってのもあるし、リオにももう少しだけ手伝ってほしいなっていうのもあったりとか、まあ他いろいろ鑑みた時にちゃんと席入れた方がいいかなって思って。ほら、お互い30も近づいてきたしさ。なんで泣いてんの？結婚ってさ、好きだからするんじゃないの？いや、もちろんそうだけど。もう長いからさ、なんかロマンティックなプロポーズしてとか言わないけどさ、なんだろうな、お母さんのことだって手伝うけどさ、私だって家族いるよ。じゃ、もちろん分かってるけど、普通に元気じゃん。そうだよ。前にも話したけど、引っ越しの話とかも少ししたよね。うん、そうだね。もう言ってることは正しいよ。でも、もう正しいだけ。拓也にとって私って何？ちょっとだけ考えさせて。